有村架純、1993年2月13日生まれ。出身地、兵庫県。身長160センチ。血液型、B 型。有村架純さんは日本の女優です。朝ドラをはじめ、様々なドラマや映画で活躍する有村さん。かつて彼女は、番組の中で自身の天然エピソードを語ってくれました。 普段から物忘れが激しいという有村さんは、ゴミ捨てに行くと家の鍵を捨ててきてしまう、と語り、スーパーに買い物に行くと、思想会に行ったはずなのに、帰ってきたら入っていない、と語りました。物忘れというレベルじゃない、と本人も苦笑い。また、俳優の菅田正輝さんも彼女の天然エピソードを明かしています。菅田さんは有村さんと、撮影の合間にこそこそと、 しりとりをやっていたそうです。しりとりになるよう、絵を描いていく、お絵描きしりとり、だそうです。先行の有村さんが魚の絵を描き、続けて須田さんが、ナメクジのイラストを描いたところ、有村さんが丸を描いて、長身、単身を描いて、時計みたいなのを描いているなと、ナメクジで、ち、って、なんやろうって、時計ではないし。 須田さんは熟慮したが答えがわからなかったという。そこで、有村さんに対して、これ何と質問。時間、まずい、運がついちゃったって言われたそうです。須田さんは笑いながら、3ターン、魚、なめくじ、時間、3ターンで終わりました。撮影はこのまま終わらなくていいと思う、と話していました。有村さんにこんな天然エピソードがあったなんて、驚きですよね。 今では老若男女幅広い世代からの支持を集め実力を兼ね備えた女優の一人となった有村さんそんな彼女のこれからが楽しみですね。